新陶器は、紀元前700年頃の古代イギリシアの詩人、ヘイシオドス作の女子詩である。ダクチュロスのヘクサメトロス1022行からなる。冒頭の記述からヘイシオドスの諸事作とされ、30代前半の作品と推定される。現代のテオゴニアは、神々の誕生系譜を意味する。原所の混沌、イコールカオスからの世界の創造、神々の系譜と、その三代にわたる、 聖権交代劇を描き、ギリシア神話の宇宙観の原点とされる。特徴として、ゼウス政権の正当性、無病性を強調すること、女神、ヘカテイを強く賛美していることなどがある。作品中には、後世の挿入とみられる箇所もあり、965行から、あと、元来は別の作品であったと推定する研究者も、いる。作者はまず前置きとして、 死神ムーサへの参加から始め、オリュンポースの初心と歴史を語り起こす。そして、オリュンポースの始まりと神々の誕生。ウーラノスクラノスゼウスの三代にわたる、政権交代劇を解き起こす。最初に、カオスが生じた。その次にガイアとタルタロス、そして、エロースが共に誕生した。カオスからは、エレボスとニュクスが生まれ、両神が交わってニュクスは、 ヘイメラーとアイテールを生んだ。これらの現象の神々からは、人間のありようをめぐる概念の擬人化、神格化ともいえる、多数の神々が生まれたと、ヘイシオドスは歌う。ニュクスからは、夜の子供にふさわしい、キプノスや、オネーロス、またタナトスやネメシス、運命の3、メガミラが生まれている。ガイアは、独力で、ウーラノスとポントスを生んだ。ガイアはウーラノスを夫とし、 数多くの巨人や神々を次々に生んでいく。まず、ティーターン十二神を生んだ。すなわち、オーケアノス、コイオス、クレイオス、ヒュペリーオーン、イーアペトス、テアー、レアー、テミス、ムネーモシュネー、ポイベー、テイティウス、そして、バッシの狡猾なクロノスが生まれた。またガイアは一つ目の巨人、キュクロープスを生んだ。彼らキュクロープスはいずれも雷に関する名を持ち、 後に、ゼウスに雷を与えたという。そして50頭100手の巨人ヘカトンケールを生んだ。ウーラノスは、ガヤとの間に生んだ、ティーターン親族を恐れ、大地の体内に押し込めていた。しかしガヤはそれを恨みに思っていた。ガヤは鎌を用意して、子供たちに渡し、一死報いる策略を練った。ある夜、ウーラノスがガヤに覆いかぶさると、 バシシのクロノスがウーラノスを鎌で虚勢し、切断された弾痕を放り投げた。ウーラノスの弾痕からは、現初の美の女神アプロディーテイが生まれた。クロノスは、レアーとの間に光り輝く、子供たちを産んだ。ヘスティアー、デーメーテール、ヘイラー、ハーデス、ゼウスらの兄弟である。しかしクロノスは、父ウーラノスとガイアから、自分の子供に打ち倒されるであろうとの予言を受けており、 それを恐れたクロノスは、生まれた子供たちを飲み込んでいった。しかし、ゼウスだけはレアからガイアに渡され、大地に隠されて、岩を身代わりとし、難を逃れた。長い陰遁の後ゼウスは成長し、クロノスを打倒して、兄弟たちを助け出した。ありがとうございます。